ジャパンだよ。あんまいない。日本にあんまいない空港の人。直人がアフリカでの最後の地として選んだのは南アフリカ共和国。今なお成長を続けているアフリカ最大の経済大国である。アフリカ各地の貧困を目の当たりにしてきた直人の目には、発展著しいこの国がどう映るのか。ケープタウンに到着。ひとまず歩いてみる。ちょっとおしゃれな雑貨屋ね。あー、革ジャンとか。寒いんだよやっぱ。すげーおしゃれ。なんか自然の山感とビル感がすごいコラボしてる。やった。楽器、そして CD を扱う店を発見。早速店内へ。ズージャーね。あのやばいやばい、またちょっといつもの病気が出てる。癖が出てる。癖が。CD 買い漁る癖が出てる。さすがアフリカ有数の都市ケープタウン。小さい店ながらも在庫は豊富。アフリカ各地の CD が売られている。 What kind of music? That's modern Kosa. Modern? Kosa music, traditional modern. Ah, modern Kosa. うわ、おしゃ、欲しい。これ割れないように持って帰れるかな。ふと天井を見上げると、この地球儀のこの近ささ、OK、このアフリカと南米の近さや。日本中心の地図じゃ分かんないけど、このアフリカ大陸からアメリカ大陸に奴隷の方がたくさん連れてかれたけど、この近さなんだよね。俺らの感覚のアフリカとアメリカ大陸の、真逆のあれじゃないんだよな。ナンバーは Thank you bro。街にはたくさんのストリートパフォーマーたち。さまざまな音楽が響き渡っている。音楽が街に溢れとるな。直人を乗せた車は坂道を上り高台へと向かう。いい眺めね。テーブルマウンテン登ろうね。テーブルマウンテン。ケープタウンを見下ろすこの山は、山頂がテーブルのように平たいことからその名が付けられた。いやこれ俺この箱がなかったら嫌だわ。ワイヤーで降りてこいって言われたら嫌だな。思い出すわ。
ジンバブエ。取り切れ！1067メートル。もうすでにでもここが300だから、でも700上がるな。どうなったらこんなのができんの。これ真直角だもん。わあわあわあ、すげえ。ライオンヘッドやば。いやこれはすごいわ、この眺めはすごい。うーわ、この直角。うーわ、いやー、いや、慌てない方がいいでしょ、これ。慌てなくていいでしょ。むしろ見ない方がいいでしょ、まだ。まだ見ない見ないからの。まだ見ない見ないからのでしょ。あ、まだ見ちゃダメでしょ。すでに見ていたと思うが。見たくない、まだ見ちゃダメでしょ。出てか、危ないでしょ。出てからドンでしょ。まだ見ないでしょ。まだ見ない見ないからの、まだ見ない見ないからの、まだ見ないようにしてからの、オレー。いやー、すごい景色がまだたくさんあるな、世界には。見てないな、まだまだ。ありえないもんこれ。まさに絶景。眺めに見とれていると、あっという間に日が暮れてしまった。いやー、これ100万ドルの夜景だ。美しく広がるケープタウンの光。これどうでしょう。綺麗じゃん。なんか夜景って久しぶりに見たな。なかなか他の街でこの夜景はまあないもんな。南アフリカケープタウンでかいんだな。いつまでも見ていたい景色だった。翌朝、テーブル来るよ。テーブルマウンテン、すげえな。ビルとのコラボがやばい。うわー、こうやってちゃんとペラッと見たの初めてかも。あの上にいたんだろう、昨日。ああね、ケーブルカーの。すげえな。ケープタウンが誇る豊かな自然。その自然を堪能すべく、ナオトが向かった先は。今から、サファリに行きます。ゲームドライブ、つまり動物を見る、まあツアー的な感じですかね。動物を見に行こう。ドライブに決まります。サファリツアーに出発。誰に。サイでかっ。これすごいな、サイ&シマウマ。うわ、いいんだ、そんなとこまで行けるんだ。こんな近くでサイ見ることないでしょ。これすごいな、めっちゃ近い。いや、後ろのシマウマも十分すごいはずよ。赤ちゃんかな、子供かな。可愛いの、2歳が可愛いんだよな。すごいね、広いね、アフリカ。激しい激しい。嘘だ嘘だ、こんな近く見て。嘘でしょ、こんな近いゾウさん生まれて初めてよ。やばい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 。こんにちは。いや、手を伸ばせば触れられそうな距離にゾウが。ちょっとビビっちゃった。座ってる座ってる。他にもライオンやキリンを目撃し、子供のようにはしゃぐナオトだった。
帰り道、少し懐かしさを覚える街並みが見えてきた。ここはかつて白人により黒人が隔離されていた地域、タウンシップ。羊の頭を焼いてる。はい。めえ。磨くの。一つ600円ほどのこの羊の頭、その顔が笑って見えることから地元ではスマイリーと呼ばれる。うわ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 。それじゃ。え？パパでパパで。元気に遊ぶ子供たちに遭遇。うん、このあのさ、引っかかってもやり続けるっていうのが日本にないんだよな。日本は引っかかったら終わるけど、引っかかったら止まっちゃうけどさ、引っかかることも普通。ウェイウェイ、何これ今の。早い早い早い。ナオトも参加。懐かしい。なんなのそのクルリンパは。失敗。ちょっと待って、こっちからなんだよな、日本はこっちからなの。うん、ちょっとワンモアタイム。逆なんだよな。そう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 。すぐに子供たちの心をつかむナオト、おなじみの光景だ。やったやったやった、やってきてよかった。やったもん、日本で子供の頃。イエーイ、ジャパンジャパンジャパン。 Thank you ママ、 Thank you、 ありがとう、 Thank you。 うん、ありがとうございました。またね。ほっ、またね。いやー、これじゃなくっちゃアフリカは。なんかちょっとケープタウンのあの都市感に、街感にちょっと圧倒されたけど、これだわ。久しぶりなんかアフリカに帰ってきた感じしたもん今。このケープタウンの中心からちょっと離れたところにタウンシップって言ってね、そのアパルトヘイトの時黒人がこう隔離されてた、その住まわされてた地域が今でも残ってて、まあ、今でもそういう人種差別とかあるみたいだけど、でもこっちのやっぱ人の方が活気があるもんね。都市の方の街の出来上がったところよりも人が明るいしさ、近いよね、人との距離が圧倒的にね。忘れかけてた今潤いが今ジュンジュンってこう体内を走り巡ったな。わ、タウンシップ来てよかったな。全然違うのね今でも。団地だ。うわー、テーブルマウンテン。アフリカ離れるの寂しくなっちゃうな。いやー、あっちもあったな、2ヶ月。すぐ戻ってきたくなりそう。恋しくなっちゃったな。
また戻ってくるよ。アフリカの太陽に裁縫を誓い、ナオトは静かにアフリカを後にした。